皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日もイットボールアプリの動画作っていきたいなと思うんですけど、本日はイットボールアプリ2023アップデート最新情報まとめやっていきたいなと思います。ちょうどですね、昨日の動画でもアップデートまで1週間って話をしたと思うんですけど、ついに2023新シーズンの最新情報が更新されました。中身を見るとですね、結構ワクワクする内容だったので、この動画1本でがっつりまとめていきたいなと思います。この動画を見ればですね、全て理解できるようになってますので、参考になったな、楽しみだよって方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では最初にですね、このシーズンの歌い文から見ていきましょう。イーウッドボールワールドの2023シーズンがいよいよ開幕。そしてイーウッドボールはメッシ、ネイマール、久保建英に加えて新たに2名のグローバルアンバサダーを迎える。正確無比のパスを駆使し、最終ラインから、ごめん自分で読んでください。まあまあまあ、でもね、ちゃんと更新内容に関してはこの後全部説明していきますので、ご安心ください。まずはですね、先ほどの文章にもあった通り、アーノルドとブルーノ・フェルナンデス、この2人がですね、新アンバサダーに就任いたしました。まあゲーム的にはですね、アンバサダーになったところでそこまで大きな変化はないんですけど、まあそれこそちょっと前のね、メッシやネイマールのようにパックの主役になったりとか、まあフィーチャーになりやすくなったりはすると思いますので、そう考えると今後の動きはシンプルに楽しみですよね。でこちらがですね、アンバサダーの画像になるんですけど、いやめちゃめちゃみんないい笑顔してるやん、すげえ爽やか。で次にですね、新シーズンのテーマになるんですけど、2023シーズン1のテーマはニューシーズンキックオフ、ニュープレイヤータイプス&ライセンスと。いやかっこいいね。まあリアルサッカーでもね、今新シーズン始まってますけど、ぜひですね、この流れに沿ってイーフットボールも盛り上がってほしいですよね。まあ正直ですね、今のイーフットボールって、まあ操作面に関してもあれだし、コインが配られなかったりとか、まあマイナスな話題ばかりでね、めちゃめちゃネガティブではあるんですけど、一つですね、いいところを挙げるとすれば、今年はですね、例年よりも新シーズンへの対応っていうのがものすごく早いんですよね。ということはですね、シーズンに合わせて週間 FP とかで盛り上がれる期間が長くなりますので、ここはめちゃめちゃいいと思ってますね。まあ、だからこそ週間 FP だったりとか、がっつりリアルサッカーと合わせてゲームを盛り上げてほしいなとは思ってますね。で次の話がですね、めちゃめちゃでかい話になるんですけど、現状ですね、イーフットボールっていうのはカードタイプがレジェンダリー、トレンド、フィーチャー、スタンダード、まあ、あとはプリズム、この5種類があるんですけど、そこにさらに2つのカードタイプが追加されることになりました。まずはハイライト、いやかっこいいね。アーノルドの足の筋肉でね、ご飯3杯ぐらい食べられそうな気がするんですけど、説明を見るとですね、現役選手の今シーズンを再現したカードタイプで、フィーチャーよりも成長の幅が大きいって書いてあるんですよね。え、これもしかしてフィーチャーの上位互換になるんですかね。まあ、ちょっとですね、この説明だけではそもそもの初期値がフィーチャーとハイライトでどっちが高いのとかがわからないので、今すぐに上位互換って判断はできないんですけど、まあ、この感じだとレベル上限は間違いなくハイライトの方が高くなってくると思いますので、マジでフィーチャーの上位互換あるんじゃないかなって思ってますね。まあ、間違いなくですね、通常よりは強くなってくると思いますので、まあウイレ時代でいう FP 的な立ち位置にしっかりなってくれるんじゃないかなと思ってますね。でもう一つのカードタイプがですね、こちらエピックになるんですけど、いやエピックっていうとね、フォートナイト作ってるゲーム会社がエピックなんで、ちょっと頭の中ごちゃごちゃになるんですけど、なんとですね、レジェンダリーの上位互換的な存在が出てきちゃったんですよ。いやこれ大丈夫かな。いやてか待って、まずこの画像見てください。セードルフとスナイデル、いやめちゃめちゃ熱いやん、これは欲しいっすね。もうこの2人に関しては登場内定というか確定だと思いますので、これは欲しい方多いんじゃないかなって思ってますね。まあっていうですね、カードデザインに関しては相変わらずめちゃめちゃかっこいいんですけど、説明文的にはですね、引退選手を含む選手の特定のシーズンを再現したタイプ、レジェンダリーより成長の幅が大きいと書いてありますので、いやこれだけ見るとやっぱりレジェンダリーの上位互換に思えてくるんですよね。まあデザインかっこいいからさ、ワクワクする反面、アイコニックの二の前にならないかがめちゃめちゃ心配ですね。まあ結局ですね、ウイレ時代とかはみんなアイコニックの過去選手ばっかり使ってて、ウイレ2021なのに選手はウイレ1998じゃんみたいなね、なんかそんなツッコミとかもありましたけど、まあ正直僕もなんか過去選手ばっかり使われてるみたいな環境は個人的には否定的なので、まあうまくバランス取ってくれるといいなとは思ってますね。まあでもさ、コナミさんずるいわ。このセードルフとスナイデル見せられたら欲しくなっちゃうもん。僕とかは特にかっこいいものに弱いので、正直結構ワクワクしちゃってますね。で来週のですね、8月25日一発目からおそらくエピック誰かしら出てくると思いますので、この辺りの予想だったりとか、このエピック来てほしいとかあれば、ぜひコメント欄にたくさん書き込んでください。僕の一発目の予想は
セードルフで行かせてください。さあそしてまだまだ新情報あるんですけど、お次は新ライセンスですね。まあセードルフとスナイデルで察した人も多いかと思うんですけど、ミランとインテルがライセンスに復活しましたね。いやこれあるか、サネッティ、ジーダ、アドリアーノ、あのあたりの復活ももしかしたらあるかもしれません。超楽しみで、さらにですね、メキシコからクラブアメリカも追加されて、メキシコリーグ全体も今回のタイミングで新規搭載になりましたので、まあこのあたりすごくポジティブですよね。ライセンスはですね、増えれば増えるほどできることは増えてきますので、もう大歓迎です。ありがとうございます。で最後の新情報がですね、新たなドリームチームパワーパックの詳細になります。全部でですね7個の新パックが発表されたんですけど、まずはですね先ほども言った通り新パートナークラブとなったミラン、インテル、クラブアメリカ、この3クラブのクラブパックが登場するみたいですね。まあこれはですね以前出てきたマンチェスターシティだったりとかローマ的な立ち位置ではあるんですけど、大きな違いはですねこのパックに入ってる11名は全員ハイライトのカードタイプで出てくることなんですよね。まあ前回はですね全員フィーチャーだったので、あの時よりもですね強化されてる可能性大なんですよね。でさらにですね新アンバサダーのアーノルドのプレミアムアンバサダーパックっていうのも発表が決定いたしました。これはですね以前のメッシ、ネイマールパックと同じ立ち位置になるんですけど、ただこちらもアーノルドがレジェンダリーではなくてエピックになっていて、アーノルド以外の10名に関してもフィーチャーではなくてハイライトになってますので、もうなんか完全上位互換って感じっすよね。いやこのですねアーノルドのプレミアムアンバサダーパックは間違いなく激アツになると思いますので、正直この10名が誰だったとしても買うことを僕は今心に決めましたね。でちなみにですねこのアーノルドに関してはサッカーの進化を感じさせた1920シーズンを切り取った新カードタイプのエピックで登場と書いてありますので、1920シーズンバージョンのアーノルドが手に入るみたいですね。で今回はですねアーノルドのみなんですけど、同じタイミングでですねアンバサダーに搭載したブルーノ・フェルナンデスに関しては秋頃にプレミアムアンバサダーパックが登場するみたいなので、このあたりはまた情報を追っていきたいなと思ってますね。でこれがですね本当に最後の情報になるんですけど、今回新要素としてマネージャーパックっていうのの販売が決まりましたね。まあ多分ですねちょっと前に告知があったレジェンド監督のことだと思うんですけど、レジェンド監督とトレーニングプログラム、つまり経験値がですねセットになってるパックで、まあこれはちょっと詳細見てみないと何とも言えないですかね。まあそもそも値段がいくらになるかによりますし、レジェンド監督の性能がどの程度かっていうのもありますので、マジでそのあたりのバランス次第ですかね。まあここに関しても実際に搭載されてからね細かい部分っていうのは解説動画出していきますので、ぜひ皆さんお待ちください。ということで今回発表された新情報はこんな感じですかね。いや正直ですね不安なところもありますけど、まあ楽しみな気持ちの方が勝ってますかね。まあ何よりですね新シーズンが始まるということで、コナミさんマジで週刊 FP お願いします。まあやっぱりね週末にリアルサッカーを楽しんで、月曜日火曜日あたりに週刊 FP の妄想をして、木曜日にガチャを引く、あの1週間って僕めちゃめちゃ好きだったので、その世界線に戻ってきてほしいなと思ってますね。ということで以上で今回の動画終了していきたいなと思います。またですね新情報出てきたらこのチャンネルからしっかりと配信していきますので、ぜひ引き続きチェックしてみてください。今日も最後まで動画見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。